あ、キムなんの<え> <laughs> すみませんでした。はい、ということで、96時間ファンのお二人に今日駆けつけてくださいました。あの、寸劇までやっていただいて本当にありがとうございます。素敵です、トムさんと春る愛さんです。よろしくお願いします。 <laughs> えー、ダサい寸劇すみませんでしたもう今日は96時間ファンの方々がたくさん来ています皆さんねお二人と同じ状況なわけでございます,ゃです、はいはそれでは改めてご挨拶をいただきたいと思います、はい、リュック・ベソンファンでいらっしゃって96時間シリーズも欠かさずご覧いただいている日本のブライアン・ミルズこと関熱トムさんですよろしくお願いします、えー、リアム・ニーソンさんは僕の一つ上で、えー、リアム…

二十歳違いですね。二十歳違い。はい、ないです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。もう大好きです。私ももう何度も見直して。もう、あの映画ワンツーは見てるんですけど、もこの間飛行機でも。九十六時間シリーズ絶対あったら、探して。もう何度見ても面白くて。何度見ても面白い。ねもう虜になっちゃう、本当に。本当にね。深くどん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 わかることがいっぱいあって。はい、もうだから、早く見たいです。もう。だから、今日のお客様たちも、何度も見てるのにもかかわらず、また今日も来てくださったというし。 ワンの上映のために来てくださったという,う。同じ状況ですよ。ねえ。面白いですよねね。ねえ。リ、ね、が結構高めな感じですよね。<laughs> ねえ。どだそうですね。はい、皆さんリアムニーソンに共感している部分もたくさんあるいいだと思うんですけれども、はい <laughs> はい、今日はそんなね96時間レクエム最新映画がいよいよ来月来年です。<年>はい、公開になりますので、まあ、ち,ちょっとそんな話もね少ししていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい チールの方々ここからフラッシュなしに切り替えていいただければと思いますちなみになんですが、はい、お二人すごく「96時間」お好きっていう風に伺ってますが、はい、改めてこのやっぱりリアム・ニーソン演じるブライアン・ミュージシンがすごいかっこいいじゃないですかかっこいいですねまず,まずね背が高くて <laughs> がっちりしててそれでめっちゃくちゃ強いんですよ。 うん、でそれも自分のための戦いじゃなくて、うん、家族のための戦いなんですよね、よねこれがね、そして96時間という,、ねええ、こう時間が限られているっていう、そこの中で、ハハララドドキドキしますよね、はい、でも公開最初、2008年なんですよね、うん、だからもうそこですごい火がついて、シリーズ化にななったじゃないですかです、ねはい、やっぱりそれ関根さんはもともと陸別荘が好きというところからそうですそれとこの作品があの面白いというふうに評判を聞いてたので、うん、もう見たら、本当にドキドキして。 だからやっぱり思いましたよ自分が同じ立場だったらどういう行動を取れるかなって、うん、残念ながら僕には肉体的なそういう強さがないので。<laughs> でも警察に行くしかないの。警察行くんだ。この人は自分で行っちゃうからね。そうですよね。すごいよね。しかもなんかももちろん家族のためなんですけども、そのあの居場所の探し方とかそのえなんでこんなことで何秒か測って、右曲がるとか、そのいつでも冷静に入れるっていう。そうなんだあといつも危険を察知してて。 どうやって人生楽に生きてるのかなと思って、うん、私,私なんかお気楽なので <laughs> こんな疲れた人生大丈夫かしらと思っちゃうねえもう,もう,もう綿密に鍛え上げられたすごいですよねすごいですよねでも春菜愛さんやっぱりねこのブライアン・ミルズみたいな男性って素敵だと思いますよね素敵ですよもう本当にもう究極の時にパッとなんか迎えに来られたら <laughs> いやもう腰が砕けて多分私にはないと思うんですけどあのもう子宮の奥底からこう熱がこう湧き上がるような感じになっちゃうと思うイメージねイメージです <laughs> そうですねもうグワッとこうとろけちゃうって感じ<ー>だって完全に守ってくれるじゃないですか <はい S 1> 素敵ですね,ねしかもなんかあの命をかけてでも助けるっていうそのセリフのなんか力強い感じいいですよね このここのこの感じのねこう。<laughs> くっとね奥に目があるんですよ。あれがいいんですよ。あ、そうなんですか。鼻が高くって。造形がいいんですよ。いいんですよ。横顔とかね。でねあの少しだけ甘いんですよ。あの全部甘いとねちょっとあのこのこの映画には合わないんですけども少しだけ甘いっていうのがね。ちょっとちょい悪ですよね。あ、ちょっとちょいそうそう。親父仲間と集まった時のちょい悪さはまた家族をちょっと置いてのね。 そうですよね照れ笑いのところがちょっとかわいかったりしますもんねでも関根さんなんか共感する部分相当このやっぱりブライアン・ミルズにはあるんじゃないですかそうですね家族を守るっていうのは父親っていうことでどうしてもこう投影はするんですけどもそんな過酷な状況にはならないだろうなと思うんでだから楽しめるわけですでも真リちゃんが危険な目に遭ってたらそれはもちろん行きますよですよね 俺が行きますよ。サメの方に。そう、俺が食われますよ。それは <laughs> こいいそれはありますよ。ブライアンだ。そう、そこはそこの時はブライアンですね。<laughs> 海ではブライアン。海とかね、それから例えばこう熊が来たらやっぱりこう,、はい、こうなりますよ、ね。逃げろっつって。ええ。え一応時間稼ぎですよ。勝てませんけどね。はい、あ。でもガッとやられちゃう。それはしょうがないですよ。娘を守るために。 あれが愛ちゃんといたらちょっとおい <laughs> しくない本当に <laughs> 食べない